年を重ねるに従って、新しいことに何かチャレンジをできないかなと、ここのグランドに立つために若い方と一緒にセンター試験も受験して、二次試験も受験して合格ができましたので、早速野球部に入って、今この上に立っています。上級生の方には当然警棒を使って、で向こうも気を使っていただいてるので警棒を使って、普通 の、 上級生下級生の関係でいます。こうして練習に来ることはグラウンドに立つことは楽しいことなので、早く目が覚めて早く家を出てここに来て練習をします。練習の前にダッシュをするんですけども、当然遅いんですけど自分は、それは年齢のせいにはしたくはない。年齢のせいにした瞬間に、そこで成長は終わってしまいますので、それは自分の力が足りないと思って、ダブルプレーやってもセカンドに届かないとか、投げた後に痛いとか肩がありますけども、今は自宅でいろいろなトレーニングをやってますので、セカンドぐらいまでは、ちょっとヤモンボールなんですけども、届くようになりましたので、その辺は日々鍛錬の結果が現れているのかなと思います。代打のコールがかかって、打席に立って打った結果、自分が打った結果勝ちにつながるのが一番ベストなんですけども、それは置いときまして、やはり勝利、チームの勝利のために、できること、例えばバット引きだとか、それからランナー講師だとか、ボールボーイだとか、できることは何でもやっていきたいと思います。やはりチームが勝っていくということが、その結果が私の夢にもつながってくると思うので、2部に昇格だとか、1部に上がって、本当にレベルは、本当に高い、それは分かるんですけど、そこでなおかつ優勝するというのは夢、また夢だと思いますけども、その夢に向かって部員一同が、鍛錬、日々鍛錬して勝利をつかんでいくことによって何か得るものがあるんじゃないかな、自分にできなかったことを、昨日までできなかったことを、できるようにしている、好奇心、心躍る、探求といいますか、何を目指して何のためにというと、成長ですかね、苦しいことや、悲しいことやいろいろありましたので、背番号89なんですけど、これは四苦八苦の89を背負って頑張ろうという決意の表れでもあります。